倉崎は日本海軍の旧家庭館。艦名は宮崎県日南市の油津港の港側にある道な大島の南端の岬、倉崎花に由来する。元は1928年3月27日に神戸西港張麻造船工場で竣工した北から太石油所有のオアマル。総トン数は995トン。二つの一等客室を有する。 小型貨物船でタンカーではない。巡航後は北海道とオハなど北からふとの港町との作業員や物資の往来に使用される。収容可能人数は一等客室利用者に限れば5名だが、それとは別に140名あるいは265名収容という記録が残っている。ソビエト連邦成立、シベリア出兵の後オハなど北からふとにおいても、 共産主義が広がる懸念があり、船員や在庫派の日本人労働者の処意、赤化に関する内定もしばしば行われた。1941年に太平洋戦争が勃発すると通常公開の傍らで特殊任務に従事することもあった。昭和16年11月28日から1942年7月3日までは佐世保陳述席の海軍一般徴用船として 第3艦隊及び第2南遣海艦隊に属して行動。1943年3月31日夜には、北緯33度51分統計130度15分、北緯33.850度統計130.250度、33.850、130.250の限界東近海で貨物船南新丸と衝突し、救難作業の間なく、 南進丸を沈没させる事故を起こした。特務艦の不足により、日本海軍が購入し、1944年5月10日付で、艦籍編入の上、艦名を、倉崎と命名した。同日舞鶴沈樹布石とし、在役特務艦となった上で、連合艦隊付属となり、補給部隊に編入された。間もなく7月14日付で、 南西方面艦隊付属に展示、舞鶴海軍交渉で8月31日まで改装工事を行った。改装終了後、9月3日に出撃し、高尾に向かう。高尾到着後、9月26日に、玉27戦艦の護衛で高尾を出港し、10月4日にマニラに到着する。10月20日深夜23時40分、ベートにクルイを搭載し、 高尾行きのまた三十戦団に加わって、マニラを出港した。この戦団は、指揮官である、駆逐艦、春風の名前を取って別名、春風戦団とも呼称されていた。しかし、また三十戦団は10月23日夕方に、ルソン島、ボヘアドール岬北西沖で、特設運送船、ワ川丸が、アメリカ潜水艦、ソーフィッシュの雷撃で沈没したのを手始めに、 翌10月24日夕刻までに、戦乱加入船12隻のうち9隻が、アメリカ潜水艦のウルフパックの波状攻撃により、沈没する惨敗を喫した。その10月24日、沈没した陸軍船、第一守丸の乗員の救助作業に当たっていた、火脚船、a c マルは、作業中に、アメリカ潜水艦、c d r a g o の雷撃を受けて沈没し、 栄光丸乗員と救助したばかりの第一守り丸乗員は救命ボートで脱出。これを受けて16時30分頃に栄光丸乗員と第一守り丸乗員を駆逐艦、竹と共に収容し救助作業を終えた後は高尾に向かった。救助者のうち第一守り丸乗員は57名を数えた。11月1日。 モマ06戦団の編成外に伴い、モマ06戦団の護衛陣に加わって、高尾を出港して、マニラに向かい、11月9日に到着する。11月12日夕刻、高尾行きのまた32戦団に加わって、マニラを出港。ルソン島沿岸を北上したが、11月14日、夕方に敵電波を探知して、警戒態勢が取られる。やがて夜になり、 アメリカ潜水艦、レイとレイトンの攻撃を受ける。レイが第7号海防艦を撃沈し、続いてレイトンが輸送船第5雲海丸に魚雷3本を命中させて撃沈した。日付が11月15日に変わって、すぐの0時25分、レイトンは7500トンクラスの貨物船に対して魚雷を4本発射し、うち2本が命中。 北緯17度27分統計117度43分、北緯1 7 4 5零度統計117.717度、1 7 2 4 5百1 1 7 7 1 7の地点で沈没した。1945年1月10日に特務艦類別等級表の運送艦から削除され、同日に帝国特務艦籍からも除かれた。小島武雄大尉 1944年5月10日、根本音松大衣、少佐、1944年8月20日から1944年12月1日、一森 1911P8 及び、第3号解剖艦、P22 では護衛として、一森 1911P55 及び駒具、P291 では加入輸送船として、計上されている。ありがとうございます。